顔が結構キャラクターっぽい作りなので、うん、シワとか描くことでなんか自分の求めるリアリティみたいな、うん、なんか飽きが来ないですね。なんだろう、なんで見ちゃうんだろう。今回のピックアップアーティストは南谷里香さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、ご紹介お願いします。はい、南谷里香さんです。昨年度に東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻を修了され、現在は東京を中心に活動されています。近年は画中画の要素を取り入れたポートレートペインティングなどを中心に制作され、これまでキャフ賞に入選、この秋には小山富雄ギャラリーでの個展も控えるなど注目が集まる若手ペインターの一人です。画中画、うん、なんかいろんなものが薄く書いてあったりとか、ね、この人のなんか中にある心象なのか、なんかそのバックボーンにある気配なのかが体の断面から透けて現れてるみたいな風にも見えてきますし、あの、うん、犬に関しては、まあ、黒い犬なのかもしれないし、あの犬のまた別の魂なのか背後霊みたいなのがいるようにも見えますよね。なんか人間とかのこうなんか表情とか描くの好きなんですけど、うん、そういうの、まあ、犬でもできるかって思ってちょっと犬の表情をつけたりとか、うん、後ろの犬はちょっと平面的に描いてみたりとか、そういう実験を結構してみた絵です。でも手のディテールが結構どれも、うん、細かいですね。顔が結構キャラクターっぽい作りなので、うん、なんか手までこうこうふにゃふにゃっと描くと自分の思ってるのとちょっと違うなと思って、なんか手はちょっとちゃんとっていうかシワとか描くことで、なんか自分の求めるリアリティみたいなの欲しかった。なるほど、手がなんかそのアクセントみたいになるっていう感じですかね。もともとこう影響を受けた作品だったり作家だったり、あとそもそもなんか人生の中で小さい頃何が好きだったからこういった形に今なってるとか、なんかそういう経緯とかってどこかにあったりするんですか？なんかちっちゃい時に見てたディズニーのシリーシンフォニーシリーズってご存知ですか？うん、なんか3匹の子豚とかそういうのは好きでよく見てて、なんとなくそういうなんかアニメーションの影響とかは自分で感じます。なんか飽きが来ないですね。なんだろう、なんで見ちゃうんだろう。なんかこれはもしかしたら生の質感で見ないとこういう印象にはならないかもしれないな。展覧会の風景は大学院の修了展の作品です。この絵は最初に人間のこうポーズとかを決めたんですけど、描いてたらなんか襲われてるみたいなポーズになったのでじゃあなんか描くかって思って気づいたら犬みたいな。絵描いてたら猫とかよりも犬がすごい多くて、犬になりがちなんですね。そうですね。でもこれも大学の修了展で出してた絵で、横が3メートルで縦が2メートルの大きい作品なんですけど、なんでしょうね。なんでしょうね。不気味さではないんですけど、怖さともちょっとまた違うんですけど、気になってしまうようなそんな雰囲気がすごい出てくるんですよね。確かに、だから初期のディズニーとかのアニメを見てるとすごくこう明るい感じのアニメっていうか、なんか造作だけど、なんか不意に不穏な気持ちになるみたいな、あのニュアンスも確かに、なんか童話のそれこそ世界観というか、こっちもまたなんかこう背中に書き込んだったりしますね。今のこのスタイルのポートレートを描かれる前っていうのはどういったものを描いてたんですか？風景とかも描いてて本当にランダムでした。大学の院の2年に上がる時に何かで何か一つ人の作品を描いて
なんかそれからこれだって思って人の絵を描くことが増えました。これからも人の絵はしばらく追求しようかなという感じですか？そうですね、なんかいろいろなんか人間っていうモチーフは結構使えるっていうかいろいろ試せるかなと思うので、うん、描こうかなと思ってます。体に描いている模様も含めて何かこう実在感が揺らいでる感じがやっぱするんですよね。人間描くときとか、うん、体の一部結構こう省略したりとかするんで、うんうん、これもこっち側の足、うん、とか真っ黒に塗りつぶしてて形はなんか多分想像できると思うんですけど、うん、そういうなんか省略とかも入ってるんで、うん、やっぱなんかそういう不穏さが、うん、なんかこののっぺりした背中とかもなんかこう、うん、パソコンが若干透けてたりとか、うん、さっき あの襲われてる風になった女性もなんか前後ろがちょっとわからない感じになりますもんね、うん、一瞬ね。これは今単純あのシンプルにキャンパスに描かれてる、まあ、作品ですけど、その他にも立体とかそういうものにも興味があるみたいな感じなの？あの木枠とか、うん、自分で木切って作ってるんですけど、こうちっちゃい余りが出るんで、うん、それを彫ってなんかレリーフみたいなのを作ったりとか、なんか木をカンナ掛けした時に出るなんかもろもろとかでなんか作ったりとか、あの自分 の制作途中で出たゴミを使ってなんかおもちゃじゃないけどこういうちっちゃい作品を作るのが好きです。立体彫刻作品とか見るのも好きです、うん、けど自分で作ってるのは発表するっていうか本当に個人的な遊び、遊びで作って楽しんでやる感じですね、はい、今後どんな風になっていくのかなっていうのは気になるところなんですけど、ね、なんかチャレンジしてみたいテーマとか、いやまだまだこれをポートレート追求するんですとか、なんか展開のこうご予定とかってあるんですか？キャンバス上の絵の具の実験とか人の人体の描き方だったりとか結構実験的にまだやってる部分が大きいのでいろいろ実験できたらいいかなって思ってます。頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、というわけで本日のゲストは南谷理香さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。